はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回はね、ドコモのホームルーターね、ホーム 5GHR01 のお話なんだけれども、まあ、これに関わるものかな、ね。サムネにもあるようにね、平和くん NHK も安心だぜってね、本当面白いコメントをいただきました。はい、これね、魅力のない 5G 無制限ね、規制だらけで笑ったっていうね、このところにコメントをいただきました、ね。レレレレッテレーン、ね。はい、ももくりさんだね、うん、ね。 NHK と総務省はネットからも受信料を取ろうと着々と法改正していますから、外から固定光回線の引き込み線があれば受信契約が必要と言ってくるでしょうから、ホームルーターは引き込み線がないので、これからはこれですね。ということでね、これね、投稿もらった時に、これもう何日前かな、もう結構前なんだけども、数日前なんだけども、あんま面白かったんで4分ですぐスクショして撮っといて、まあ、時間ができたらちょっと動画作ろうかなと思ったんで、ね、今動画を作っております。で、このね、ホームルーターこれね、まあ、これは線がないよね、まあ、5G 時代、まあ、こういったものをってことなんだけども、インターネットを持ってればね、もうテレビ離れしてるから、まあ、スクランブルかけろ、ね、スクランブルかければ一番いいんだけれども、ね、あとはネットでもね、有料会員制にして、ね、見たい人だけが見ればいいんだよ、ね。いろんなサービスがあるじゃん、そういうサービスって、ね、有料、無料、いろいろあるけれども、ね。で、この着々と法改正しているわけだからね、わかる？総務省は、ね、NHK と総務省がタッグを組んで、国民を追い込むわけでしょ。で、なんでかっていうと、自分たちの天下り先ね、なんとか保護しなければならないから、ね。なので、まあ、国は、ね、自民党はとりあえず NHK の味方なんでね、とりあえず NHK を解体するのはね、まあほとんど不可能に近い天文学的数字なわけなんだけども、で、これね、固定光回線の引き込み線があれば受信契約はしようと言ってくるでしょうから、言ってくるでしょうから、まだ言ってないでしょ、言ってくるでしょうから、だからもうここで決めちゃってる、言ってくるでしょうから、ね、言ってこなかったらどうするの、言ってこなかったらどうするので、じゃあ受信契約はね、一緒に出てくる、これ引き込み線があればだとしましょう。でも法改正してしまったらどうなるんでしょう、そのために法改正してくるんでしょう。で、これね、もうこのネタで瞬間的に笑ってる人が絶対にいると思う、おじいだけじゃないと思う。そうなんです。これね、この固定回線の引っ込み線があればどうのこうのってね、まあ、言ってくるでしょうから、まあ、このタラレバの話なんだけれども、タラレバがあったとしても、この固定光回線の引っ込み、でもこれ固定光に限らず固定回線、じゃあ光回線じゃなかったら、ね、まあ、ADSL もどんどんなくなってるけれども、ね、固定回光ではなかったらどうなんだろう、ね。これは住所、ね、契約者の住所で、そこでしか使ってはいけませんよというルールがあります。じゃあなぜでしょう、その場所でこれを使いましょうということで、どっかに届けてるんじゃなかったかな、違ったかな、ちょっとおじいも記憶が定かではないんだけれども、
楽天カーシャのようなもんだと思うんだよね。楽天カーシャはあの光とつなげるんだけど、あれもね、あの他移動できないんだよ確かね。これも同等の種類ではないかなと。おじいもちょっと調べてみないとわからないんだけども、楽天カーシャがあのそこの場所から動かしてはいけないよっていうのは、あ、基地局として、要は総務省にね届け出をするってことなんだよ。でこのシステムが、あ、これが基地局になってるかっていうと、基地局にはなってはいないと思うんだけれども、でもそこの住所をから動かしてはいけないよっていうね、あの1ヶ月に1回だけあの変更することが可能だよっていうね、そういうルールはあるみたいなんだけれども、なぜそうなっているのかなって考えるんだよ。そう思うと、これってそこの場所で固定して使うってことが前提なわけでしょ。そうすると固定して使う回線なんだよこれって実は。で、まあ電話でも何でもそうなんだけどね、今有線の電話をね全部線のない電話にしようってね、こうやって動かしてるけども、まあ世の中はね、有線から無線に要は移行しようとしてるわけなんだね。でそこに、まあ、法を改正するとしたら、この引き込み線があればって、これどんだけ古いのっていうね。でこの NHK の場合の NHK の場合の例なんだけどね、今の例なんだけども、まあ多分知らないかもしれないけれども、こうやって、お家があるでしょ。で、NHK の電波がこうやって来るわけでしょ。そしたらこれね、NHK の電波を受信するためのこのアンテナ、それから、その次にこれだね、このアンテナからこれね、線がこうやってこう引っ込んでね、引き込み線があって、そしてその次によいしょとね、チューナーね、 NHK を受信することができるチューナーがあって、で、ここにね、映る要はモニターがある、ね、でこの NHK の裁判ではここのねアンテナ線を、この引っ込み線をこれを取っ払ってしまったね、だからアンテナとチューナーとテレビはあっても、これを映すことができないじゃないか、受信ができないじゃないかね、受信ができない状態で、何を言ってんだってね、こういう裁判で、判決はどうかというと、この線は簡単に脱着することができる、要は一般素人でも簡単にこの屋根のアンテナからね、この線を内側までね引き込むことができるし、すぐに簡単に外して簡単に引き込むことができる。だから ここのところは今なくてもすぐに簡単に戻すことが可能だからね、だから結果的にはダメですよっていうことなんでね、おかしいだろうこれ。まあいろいろあるよ、テレビの裏側のねこのアンテナのところがあって、このアンテナくっつけるとこね、 V のバキッて折ってバッて取って、これでアンテナつけられないじゃないかって言っても、線をククーやってやるとたまに映る時があるって、ペロッつってね
でだからダメだったとかね、もう司法も必死だよ、長いものに巻かれなきゃなんないからね、とりあえずだ、そういうね、この線、この線っていうのは弱いんだよ、この NHK に対してね。でじゃあこのアンテナ、このアンテナ、この線ではなくてこのアンテナ、このアンテナがなくなった場合はどうなんだっていうと、このアンテナっていうのは一般素人が簡単に設置できるものではないからね、アンテナがない場合は要は受信ができないっていうね、そういう判断で、と思ってね、みんなアンテナが自分でくっつけるでしょそんなのこの人だって台風でアンテナ飛んでいっちゃったけどね、パラパラアンテナとこれ普通のアンテナ自分でね、この屋根作ってそのところにこれ買ってきてくっつけて、そこに棒立てこうやってくっつけたけどね、ほんなら誰でもできるよね、こんなの。だからね、おかしいんだよ、なんだかんだ言いながらケチをつけて一般常識ではね、NHK の解釈ね、この NHK の、ね、教会の放送を受信できるで装置を設置したものはってね、あんだけど、その目的ないものはこの限りではないっていう、だ本来はあれだよね、その NHK の放送で、要は教会の放送を受信する目的ではなく、他のチャンネルを受信するために設置したんだから、NHK を見る目的ではないっていうね、そういう解釈でね、ね、ミスター T が頑張っていたんだけども、ね、まあ、ことごとく、打ち止めされるわけだよ、ね、あだこうだ、常識では考えられないことね、このね、線、この引き込み線、ね、この引き込み線があればね、で、この、光回線の引き込み線って業者がやるよねっていうね、自分たちでやんないよねっていうね、そういう考えがあるけども、この引き込み線って生きてるのかどうなのか分かんないよね。だっておじいもさ、使ってない線そのまんまくっついてるよ、NTT のやつが。もう解約してもうね結構経つんだけども、ずっとそのまんま放置だよ、うん、そのままで結構でしてね。でどうしてもご都合で外したかったらね、工事料がかかりますって言うから、ね、そのままでいいよです、こんな感じなので、死んでる線が引き込んでいる。じゃあそれを、じゃあなんだっけ、つまらないのはもう外営業やらないって言ってるけども、調査員がそれを見てじゃあ判断できるのでしょうか。この線はどこどこのプロバイダーと契約してる線って判断ができるのでしょうか。生きてるのか死んでるのかっていうのを、この光ケーブルね、光回線がこうやってきてるの、ね、これがあるかないかでしょ。だからね、これはね単純だと思うんだよ、ね、固定光回線の引き込み線があれば受信契約が必要と言ってくるでしょう。で例えばね、マンションとかね、集合住宅みたいなそういうとこだと、その引き込み線が入っても、ね、マンションの建物の中までこうやってね光回線の引き込み線が入ったとしても、そこから今度分配して何階何階の何号室ってこうやって分けてるわけだから、そこを確認することってできないよね。これね、どうやって確認するの？これ。そうやって考えると、やっぱりね、これここの場所で使いますよっていう固定になってるんだね、これ住所ね。で確かね、ソフトバンクエアとかそういうのも、あれもその場所から動かしてはいけないって。確かね、うろ覚えなんだけどね、あれも違ったかな、違ったらごめんなんだけど、確かソフトバンクエアもその場所から動かしたらいけないよってあったような気がするけど、あんまりこの話題に触れてないんで過去に、ただぼったくりが高いっていう比較の時には出たけど、どういう内容かしらあんまり多くなってないんで。だからソフトバンクにしてもこのドコモにしても共通していることは、
こういうのってその場所から動かしていけませんよっていうのは、これはもう固定回線と同じではないかなっておじいはそう考えるよ。でもしかしたらそこの住所から動かしていけませんよっていうのは、やっぱり総務省に届け出てるのかもしれないよ。そうなった場合、自分で言ってるよね、 NHK と総務省は、そうでしょ、 NHK と総務省がタッグを組んでね、あの一人でも多くから NHK 受信料を取ろうって動いてるのに、その総務省にね、あのももくりさんのところにドコモの、ね、HR01 インターネット環境設置しましたっすって感じでドコモが届け出たらどうなるのドコモと総務省ってどういう関係平和でしょ、ほんとね。で、このね、引っ込み線があればね、受信契約が必要と言ってくるでしょうからってね、まあ、たらればなんだけども、じゃあ、それで決定したとしても、法改正するよ。あの、インターネットを受信できる装置をね、設置してある。で、設置したものはってこうなると思うよ、今度は。あのどの道で同じだと思うんだよこれね。で、まあ、唯一なんだけども i ビデオみたいなああいうまた貸ししてるレンタル Wi-Fi ってあるじゃんね。で例えば ああいうルーターってあるよね。ああいうのってさ、例えば i ビデオが会社がその一括してね、自分たちの会社でって感じでこうあのね、あの要は契約人がアイビデオなんだよね。で、それをまた貸ししてるんだよね。だからモナ Wi-Fi だってそうじゃん。一応株式会社シリエのね、なんか美容関係のね、お店なんだけども、そこが一応モナ Wi-Fi 引き継いでね、やってるわけでしょ。で、そこのところの会社が一括して契約して入れてるわけじゃん。でレンタル Wi-Fi っていうのはね、その会員になって、要は自分たちの社員とか派遣社員かなんかその会員になって、自分たちのシレーヌの、ね、組織の会員に対して要は貸しているっていう、だから会社が一括して何百台借り入れて、で自分たちの社員にね、あのポケベル時代からこう持たせて使わせてくれて、今あのヤマト運輸とか佐賀とかみんなそうでしょ。会社が携帯電話を契約して持たせるね。だからこう法人契約で、だからあの Wi-Fi をお借りで、それをあのまた貸ししてるだけに過ぎないでしょこれってね。で要はこうあのそういうところだと普通にこれどこ契約してるのって、でも移動可能型だからね、あの住所を決めてそこで使わなければならないというものではないので、なのでどっちかというと最強なのは現行の持ち運び移動ができるルーターなんだよね。それをレンタルで借りてるっていうのが一番最強だよねこれがね、と思うよおじいはね。まあそのうちね、あれだよ、あの電話だけもう 3G 回線のやつがなくなっちゃったでしょね。だからね、あの本当のガラケーね、あのガラケーを復活させないと、ガラケーがないとスマートフォンを契約、スマートフォンのね契約してるだけで、要はインターネットができるよね、映像が見れるよね、NHK が見れるよねっていうことで、だからあのもうキャリアで契約した段階で、もうそれで NHK と連携してっていうね。総務省と連携か NHK と連携して、まあ、そういうふうになる。だ郵便局なんかもそうじゃん、郵便局でねあの移転届けっていうのがあるんだけど、あの移転届け元気だもんじゃ、あのライブ配信時代でね、なんかあのあるじゃん、なんかあのつまらないクラブ名みたいなね、うん、でそのお名前でね、要はあの登録するのに移転届けを出してくれって、だ今の住所から
今の住所に移転届けで、そこに名前を追加してもらう。で、住人の代わりに、だからほら、ね、うん、株式会社元気とかね、買って付け加えて出すとそこに追加されるよっていうね、そういう届けがあるんだけども、その届けをねしれっとこうなんか何枚通りになってるんだけど、なりみたいにこうペタッとこう口でんだよね、買ってペロンってね、で、これに住所と名前書いて、ここね書いて、で、そっちの、悠々窓口に出してくださいってしれっと渡されるんだよ。で、書いて出すと、たまたまおじい一緒で、その前に立花さんの一人放送局とか、あの時代からずっと見てたんでね、郵便局にそれやると、お一人 NHK 行きのハガキがね挟まってんだよ、こんなものがねって言ったんで、本当かなと思って、で、でって言って、何これしたら、あ、それは別にもし不要でしたら出さなくてもいいでしょうって窓口であったことしてんの、こんなものをくれる、もし本当ならばやろうって感じで出したってね、みんなね連携してるから、だからおじいちゃん、だから郵便は使わないんだよ、あそこはもう口座も全部とっくの昔に解約してるしね、本当失敗だから本当ね、なのでね、まあどの道でいろんな法改正をして、別のことで国民にね、気を紛れさせておいて、で国民がこう、なんか大変だなとかね、あれですよね、海外大変だなって見てる前にね、今の人、はい、来てね、こうやってやっちゃうわけだから、何でもそうなんだよ、ね、なのでね、あれ立花さんみたいな人がいないとね、即座にいつもずっと監視してくれてね、こんなことあるよ、こんなことあるよって言ってくれないと、国民の知らないところでどんどんいろんなものがね決まっていっちゃう、ね、まあどこでもない、ね、で、NHK はね、海外のうんちゃらを真似して作ったんだよね、うんちゃらの方がね、もう時代にそぐわないってことでね、国民の反対を受けて、で、あれだよね、やめてよね、うん、受信料どの子のね、それを真似て作ったんだから、そうするべきだろうってってね、まあ大変だよ、本当。だこの日本っていうのは、政治が黒い限りダメなんだよ。だからこの日本っていうのは、犯罪でも何でもね、法律を知れば知るほどってことなんだよ、ね、だからこの世の中生き残っていけるのはね、正直者のボンクラ頭じゃ今の世の中ね、ただ負け組になって終わりなんだよ、ね、つまんない日本でしょ、本当。だからおじいね、この日本に住みたくないんだよ、早く海外に行きたくてしょうがない、ね、本当。そんなわけでね、今回の情報どうでしょうかね、うん、ホームルーターは引っ込み線がないので、これからはこれです ね、おじいは平和だなと思ったこれで NHK も安心だって、おじいはね、平和君だなと思ったんだけど、皆さんの考えはどうですか、ズバリ安心だと思いますか、ね、これで引き見せがないからね、こうなんだろうからね、これは安心だよね、これからこれの時代だよね大丈夫かよ、こんなんだろう、都市伝説の種みたいの作っちゃってみたいな、ね、まあそんな感じでね、まあドコモが絡んだ話ってのは本当ろくなもんがないんだよね、昔も今も。はい、そんなわけでね、面白いでしょこのネタね、桃栗さん、面白いネタありがとうございました、またね、NHK は NHK と総務省のこのタッグはね、そんなに甘くないと思うよ、本当ね。はい、そんなわけで終わりたいと思います、またね、バイバイ